知恩寺に続く道を歩きます。知恩寺の入り口になります。立派な三門です。普通寺院の門は三門と書きますが、知恩寺では三門と書くそうです。そして黄金閣とも呼ばれるそうです。立派で素晴らしいですね。知恩寺の文殊堂です。知恩寺は日本三文字の一つとして知られています。文殊とは文殊菩薩のことで、知恵の神様です。その文殊菩薩様から知恵を授かることができると言われていて、受験等の合格を目指す参拝客がたくさん訪れます。この看板を見つけました。片道は船と片道は自転車のセットで1000円です。行きと帰りの組み合わせはどっちでもいいそうです。行きは船を利用します。動き出しました。出発です。ワクワクしますね。天の橋立の対岸までは約 3.6km あります。徒歩で50分、自転車で20分ほどの時間を要するそうです。天の橋立の観光はこのサービスを利用することをお勧めします。時間短縮になりますし、ボートに乗れて楽しいです。15分ほどで到着です。ここで自転車を借りました。帰りは自転車です。天の橋立は松が8000本も植えられていて、その松並木は約 3.6km 続くそうです。それでは頑張って自転車を漕ぎましょうと言いながら、とても暑いのでゆっくり行きたいと思います。水分補給はしっかりとりましょう。少し海にも出てみました。数十年前にここへ海水浴をしに来ましたが、当時高速道路もなくて、ここへ来るのが大変だったこと以外よく覚えていません。高速道路も延伸されて便利になりました。この海を左から右にボートで移動しました。楽しみながら元の場所に戻りましょう。天の橋立の松並木には名前のある松があります。夫婦松です。一本の幹から釣り合いの取れた2本が現れ、夫婦のように仲良く寄り添っているので夫婦松。なるほどですね。続いてこちらは千貫松です。千貫も目の価値があると言われたので千貫松。名前のある松は他にもあるようです。松を探しながらの散策もいいですね。天の橋立神社です。恋愛に関するパワースポットだそうです。ここは与謝野博明子ご夫妻可否です。与謝野明子は夫の博と何度も天の橋立を訪れ、多くの歌を残されたそうです。明子の最後の旅先が天の橋立だったと。この橋は大天橋です。青色の欄干が目を引きますね。こ
ここまで来るとゴールも近いです。さあラストスパートです。自転車を返却して昇天橋と呼ばれる凱旋橋に来ました。この昇天橋は大きな船が通るたびに90度旋回する珍しい橋です。現在かかる橋は2代目だそうです。そして驚くことに初代の凱旋橋は手動で橋を回したそうです。凱旋橋の動く時間になりました。凱旋橋が動く時間は大型船通行時と観光船通行時、日曜日は船が通行しなくても11時から15時の毎小時だそうです。動き出しました。この間約 4,5 分です。初めて見たので感動しました。天の橋立を股のぞきするために天の橋立笠松公園へやってきました。笠松公園へ行くのにケーブルカーを使います。ケーブルカー、リフトのどちらを利用してもいいそうです。発車のベルが鳴りました。出発進行。ケーブルカーと並行してリフトが左側で運行しています。ここですれ違いできるようになっています。所要時間はケーブルカーが約4分、リフトは6分です。笠松公園の展望台に来ました。スカイデッキです。壁がガラス張りのシースルーになっています。見晴らし最高。天の橋立も綺麗に見えます。笠松公園のイメージキャラクター笠坊地蔵です。またのぞきやってみました。龍には見えませんでした。願いの鐘です。ここからの見晴らしもいいです。売店を覗いてみましょう。お土産の名前が股のぞきです。地元ならではのお土産が置かれていますね。山を降ります。もう多分リフトはもうな、もう帰りはリフトです。とてもいい感じです。天の橋立がよく見えます。天気もいいのでとても気持ちいいです。左側はケーブルカーが運行しています。帰りにケーブルカーを利用しても OK です。船屋で有名な伊根町へ来ました。伊根町観光案内所です。ここの2階の船屋食堂で食事にします。
た。この内容で1500円です。安い。美味しかったです。ごちそうさまでした。次は伊根湾巡りの遊覧船に乗ります。料金は大人1000円、子供500円です。船上からカモメに餌をあげることができるそうですよ。なんか楽しくなりそうですね。出港しました。乗り場で売られているので事前に準備されることをお勧めします。そんなことができます。景色もいいです。カモメも慣れていて船から離れません。もう一度やってみます。今度は指にくちばしが当たりました。ちょっと痛かったです。約25分間の周遊はおすすめです。とても楽しいですよ。皆様の旅のご参考になりましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。